はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回はこんなサロンには通わないダメ接客5選ということについてお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウ、カウンセリング、それからリピーターの作り方、そして物販の方法、また例えば集客なんかもね、お伝えしておりますので、ぜひね、見ていただきたいと思います。それからですね、日本一のエステテクニックもご紹介しておりますので、それもね、合わせて見ていただきたいなと思います。はい、ということで、今回のテーマ、こんなサロンには通わない、ダメ接客5選ということなんですけれども、まあ、要するにですね、リピート率が低いサロンということなんですね。はい、リピート率が低いサロンさんはですね、この今回ご紹介するこの5つ、どれかに当てはまると思ってください。はい、まあ、1つでも当てはまっていたら、良くないよということですので、この5つにはね、ならないようにね、ぜひやってみていただきたいなと思います。はい、ぜひね、最初から最後で見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、まず1つ目になります。これはですね、結果が出ない。結果が出ないということですね。まず、まあ、いろいろね、結果っていうのはいろいろあるんですけれども、まずはですね、はい、1回やって結果がしっかり出るかどうかっていうことと、まあ、長期的にですね、2ヶ月、3ヶ月、または半年後、ね、お客様が求めている結果にね、つながっているかどうかっていうことになります。はい、なので、まずはね、しっかりとね、とにかくこの2つの結果を出せることが条件です。それからですね、2つ目になります。これはですね、ホームケアアドバイスが的を得ていないということなんですね。これどういうことかっていうと、あまりにもね、当たり前すぎるようなアドバイスをしているサロンは良くないということですよね。はい、この当たり前すぎるアドバイスって何かっていうと、誰にでも当てはまる一般論をお伝えしているサロンさんです。ではなくて、大切なことは、そのお客様の日常生活に合わせたホームケアのアドバイスができているかどうか。ということはですね、しっかりとしたヒアリングですね、日常生活のヒアリングができているかどうかなんですね。例えば土日はどんなことをされていて、平日は残業があるのかどうか、はい、睡眠時間はどれぐらいかどうか、ね、こういったことを細かく聞いていく、ね、食事はどうなのか、朝昼晩、はい、朝はどんなものを食べるのか、昼は食べれるのか、夜は少ないのか多いのか、どんなものが好きなのか、こういったことを、ね、しっかりと理解できていれば、お客様のホームケアアドバイスですね、これがね、すごく的を得るんですね。そうすることによって、お客様というのは、まあ、一番にもありましたけど、結果につながっていくということなんですね。それから3つ目、これはですね、お客様がですね、夢を持てないとか、モチベーションが上がらないということなんですね。サロンに来て、ね、こうなれるんだとかね、こうなっていきたいっていうような夢を与えてもらえないとか、でサロンに行くことによって、なんかね、もっと頑張りたいっていうようなモチベーションが上がらないっていうところは、リピート率がとにかく下がります。なので、いかにね、お客様のモチベーションを上げるか、これもね、一つね、エステサロンの大切な役割なんですよね。そのためにはお客様の現状、ね、ここをこんな風にしたらもっとこうなれるんじゃないかっていうような、ちょっと先の未来、それからその先の未来両方見せていくということになるんですね。短期的な未来と中長期的な未来、これをですね、一緒にお客様と話ができているかどうか、はい、これが重要になります。そのためにはどんなことを今後やっていったらいいんだろうかとかっていうのをね、二人三脚で話し合っているかどうかっていうのがすごくね、大事なポイントになります。それから4番目、はい、これは単純ですけれども、元気をもらえないっていうことですね。よくあるのはですね、エステティシャンが暗いとですね、お客様がね、少しね、楽しそうな会話をしているのに、その楽しそうな会話に楽しそうな表情を使って話を聞いていないということなんですね。はい、常にこう真顔でいるとかですね、まあ、そのね、エステティシャン自身は楽しいと思って聞いてるのかもしれないですけど、その表情を伝えられていないっていうことが結構あります。なので、そうすると、なんかね、楽しそうな会話をしてるのに、なんか暗いなと思うと、なんかこちら側もどんどん暗くなっちゃって、元気がなくなるみたいなことが起こります。はい。なので、お客様にこうね、元気を与えたいっていうのであれば、エステティシャン自身がね、お客様より元気じゃなきゃいけないということです。はい。繁盛店のエステサロンのオーナーさん、エステティシャンっていうのは、やはりね、元気な方が圧倒的に多いんですね。なので、この元気をね、お客様に分け与えるよっていうようなエネルギーを、ね、しっかりとね、お客様に伝えていくことが大切です。はい。それから5番目。はい。これはですね、癒されないっていうことですよね。エステサロンには、効果を求めに来るね、お客様は圧倒的に多いんだと思いますけれども、やはりね、行くからには、ね、先ほどの元気をもらうとかもそうなんですけども、やっぱ癒されたいっていう気持ちが必ずあります。これは何かっていうと、話を聞いてもらいたいというのが圧
倒的に多いんですよ。なので、まあ、一方的にねエステティシャン側から常にこうねたくさんねいろんなことを話をするんではなくて、大切なことはお客様の話を聞いてあげるということですね。特にお客様の愚痴、人間関係の愚痴、ご主人の愚痴、この愚痴をしっかり聞いてあげる。そうすることによってストレス発散の場になるんですよね。このストレス発散っていうのが非常に、ね、美容にもいいんですよ。ストレスがあるとお肌がね老化しやすかったりだとか、太りやすかったり、健康被害がね起きやすかったりとかあります。これ、ね、ストレスねすごく良くないんですよ。そのストレスを発散する一つの方法はお客様の話をしっかり聞いてあげる、ね、愚痴を聞いてあげる。これがすごく大事になります。ぜひねお客様のストレス解消を、ね、してあげて、本当の意味で癒しを与えるっていうことをねやっていただきたいと思います。はい、ということで今回この5つご紹介していきました。さあ、あなたは何個当てはまっていましたでしょうか、ね、これ1つも当てはまってないよという方は、はい、問題ありません。ただ、はい、大切なことは何かっていうと、当てはまってないっていうふうに思ったとしても、実際何が大切かっていうのはリピート率なんですよ。お客様がたくさんねリピートされているかどうかっていうことが最終的なね判断材料があるんです。なのでこの5つがねできているできてないっていうのも一つねすごく大事なんですけれども、この5つをねやらないね、このやらなくなったからこそリピート率が上がったっていうことがすごく重要になるんですね。でリピート率が上がらなかったらこの5つの要素何かできてないっていうふうに思っていただいたらいいと思います。なのでまずはねこの5つの要素に当てはまらないように、ぜひねご自身の接客を見直していただきたいなというふうに思いますので、ぜひね頑張ってみてください。ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。少しでもためになったなというふうに思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。それからですね、この動画に対する感想、それから質問などありましたらコメント欄にお願いいたします。そしてこれからねもっとたくさん皆さんに有益となるようなね動画をアップしていきたいというふうに思っておりますので、お見逃しないようにチャンネル登録をお願いいたします。ということでまたお会いしましょう。